どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今回は18日週末のニューヨーク市場がですね、急落したということで、まあ、急遽号外として今日日曜日にニューヨーク市場のチャートを、まあ、しっかり振り返ってみようということで動画を撮っています。週明けまた日経平均にも厳しい流れが予想されちゃうかなという感じなんですけれども、まずは現時点でのニューヨークダウとか S&P500 がどういう状況なのか、そしてどこで下げ止まるべきか。 まあ下げ止まってほしいポイントっていうのを考察していますのでぜひ最後までご覧くださいそれでは早速6月20日号外版の「日経225オプション考察」始めていきましょう はいそれでは早速6月18日金曜日のニューヨーク市場の相場外況からおさらいをしていきましょうまずニューヨークダウですけれども3万3290.08ドルということで前日比マイナス533ドルマイナス1.58%でした 本1000ドルレベルでの下げっていうのがもうずっと続いてましたから、なんとなくすごい下げたような感じだったんですけど、見てみると533ドルなんでそんなもんかと思ってしまうあたり、だんだん麻痺してきてるなという気がしますけれども、そして S&P500 が4166.45、マイナス55.41、マイナス1.31%ですから、ダウンの方がちょっと下げた。 ただ、ほぼほぼ同じぐらい下げていて、ちょっと S&P500 もしっかりと崩れてきたということですね。で、ナスダックの方も下げてしまって、1万4000飛んで30ポイントですね。マイナス130.97ということで、マイナス0.92%で終えています。 でこの動画、ですね6月20日日曜日の午前中にいろいろ調べていたので、まあ、10時半現在のサンデーダウを見ておくと、3万3197ドル近辺でした。ということで、まあ、ニューヨークダウの金曜日の終値から見て、さらに100ドルぐらい下げたところで今、推移をしているという感じですね。 でそれに伴ってビッグスも少し上昇をまたしてきてですね20.70、これは金曜日の終わり値時点です、ですから現時点だともう少し、まあ、上がっていてもおかしくない、21ぐらいになっているような水準というところをちょっと押さえておくといいのかなと思います。<music> はい。では、ここからはですね、ニューヨーク市場順番にまたチャートを追っていきたいと思いますが、えー、こちらはニューヨークダウの冷やしですね。えー、なんとずーっと陰線。 まあ、途中、陰線だけど上昇した日もあるので、まあえっと、ずっと前日比マイナスではないんですけれど、これ数えると、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個、10陰連ですよね、なかなかこういうチャートもあんまり見ないと思うんですが、これで10連続陰線を引いて、金曜日は大きく窓を開けて、ドスンと。 下落をしたとでまずこちらですね、ニューヨークダウというか、まあ、あのアメリカ、メジャー SQ だったんですね、なので、まあ、SQ での思惑での、まあ、売り仕掛けも多分にあったと思いますが、それでも大きく窓を開けて、下落をしてしまったと、まあ、これはもう本当にこのあと最後のコーナーでも少しお話をしますけれども、FOMC からのまあ金利上昇、テーパリングからの金利上昇の まあ懸念が少し早まったことをまあ理由にある程度売り込まれているというような形ですよね。で、えっと、大事なのはさらに18日、75日移動平均線もまあ窓を開けて一瞬で割り込んでしまっていると。 いう点ですよねそれからモメンタムもまあ、大きく当然下落して、まあ、直近ゼロラインを割ったところの、まあ、下値付近を大きく抜けてきたということでモメンタムもまあ、まあこのこのチャート見れば当然なんですけれどえ急落をしてきて相当に下落圧力が今強まってるという形ですで少しですねまあ、ちょっと無理やり感はあるんですけれど特にこの右の方がねあの低いのでっていうのはあるんですが、まあ、こうやって見るとダブルトップ を形成してきていて一番問題はこのダブルトップのネックラインに当たるとこですよねこれが5月12日なんですけれど終わり値で33,587ドルという水準をまあもう300ドルぐらいズドーンと下抜けてしまっているのでまあもう完全にこれダブルトップ完成でまあもう抜けちゃってると いうことになりますですから、冷やしで次の、まあ、いわゆる移動平均線ベースのサポートっていうと、この100日移動平均線なんですよね。100日移動平均線が今3万3000飛んで60ドルという水準なので、まあまあ早い話、3万3000ドルという節目、ここをぶち抜いていくと、もう本当に冷やしは200円目ぐらいしかなくって、週足ベースで見ていかないといけないぐらいの、まあまあ、大きな下落のトレンドになっていくと。 でただまあ、これ見ていただくとわかるようにもう完全に冷やしの短期は下落トレンドですからね、レンジとかっていうレベルではなくて、もう明確に下落が始まっているので、次はどこで止まってくれるのかという視点で見ておかないとまずいフェーズに来てるということだと思います。で、えっと、一旦この100日で止まってくれればですね、一旦止まれば今度はこのネックラインのところまで戻すという、いわゆるリターンムーブ。 でこれリターンムーブが期待されるっていうのはなんとなく変な言葉なんですけれどまっ、あ、た100日で止まったらば3万3587ドルと3万3600ドルぐらいまでは戻りが期待できるんだけれどもここからちゃんと上に抜けていくかまた戻されてさらにこの100日の3万3000ぐらいの水準を下抜けてしまうかと。 いうところで、まあまあ、この後はリ,リターンムーブの心配をしないといけないんですけど、それ以前にまず100日のところで止まるかどうかですよね。ここが鍵になってくると思います。で、同じくニューヨークダウボリンジャーバンドで見ると、これが残念ながらというか、まあ、こんだけ急落したら当然なんですが、マイナス3シグマをぶち抜きました。で、このマイナス3シグマが、現時点で33,392ドルということで、すでにそこを100ドル まあ、下抜いた上で、サンデーダウがさらにその100ドル下ですから、今のところ明確にバンドウォーク、下へのバンドウォークがスタートしているということで、ちょっとやっぱりここ心配なんですよね。急激にもう少し下がってしまう。まあ ちょっと下への加速がついてしまうという可能性も十分あると。ただまあ、えっと、18日が、えっと、SQ でしたから、SQ による意図的な売り仕掛けだった場合は自律反発でこっから戻っていってくれる可能性もあると。その時は先ほど見ていただいたように、リターンブームのところですね、33,600ドルのところで跳ね返されないかを注目すればいいんですが、 一旦はマイナス三シグマをぶち抜いたんだよというところを注意しておかないといけないかなと思います相当冷やしベースでは厳しい展開だということですねで、じゃあですねどこで下げ止まるのかというところで今度はフィ,、えー、とフィボナッチリトレースメントですね でこれは、えっと、どこから取ってるかというと、去年の11月の、えっと、下ひげでドーンとつけたところをゼロにしていますで。そこから大統領選があって、ワクチンラリーがあってという形でずっと上昇してきて、その後、まあ、ずっとですね5月の中旬まで、もうかなり、まあ、一部押し目をつけながらきれいに上昇してきたと。なので、この5月10日高値を、えっと 100の基準という形で、この10月末と5月10日で、えっと、フィボナッチを冷やしで組んでみると、ちょうど今ですね、この21.4%押しのところに来てると、で、えっと、この21.4%押しが3万3176ドル。 ですから、まあ、今、終わり値で3万3290ですし、繰り返しますけれども、今のところサンデーダウンは3万3190まで来てますから、だいたいこの21.4%押し水準まで今、押されてるんですよね。なので、まずはこの3万3176ドルというところで切り返せるかどうか。 まあもう一段下に行った場合は 100MA で切り返せるかどうかという話になってくるんですがだいたい今の 100MA の水準とこの21.4%押しがだいたい一致しているのでここが一つ鍵になるのかなとただそこを押してしまうと次は38.2%押しということで31,673ドルということですからまだ1,500ドルぐらい あるんですねこんだけ、まあ、あの急落するかは別としてもちょっと戻してもずる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 下がって、えー、38.2%押しぐらいまであっても全然おかしくないしもう一段進むと半年押しですね3万3617ドルということになっていますですから、まあ、まずはですねこの21.4の3万3 1 7 8 0ドル近辺、まあ、本当に週明け 時間外の、まあ、日本時間の時のニューヨークダウンの先物とか CFD がここをしっかりと、まあ、サポートで踏みとどまれるかどうかですよね、ここ下抜けていくと、まあ、当然日経平均も月曜日さらに弱含も展開になるので注意が必要なんですが一旦節目はこんな感じで見ておくといいのかなと思っています。ででですね、えっと、フィボナッチを今の形で引く と、まあ、ちょうど対角線上に線が引かれるんですが、ここがまさに綺麗にこれ、下根、ね。 でワークしてたんですよねですから、まあ、ここをもう少し僕も早く気づいとけば、ここ終わったときに、この辺でニューヨークダウンの、まあ、アラートをもっとしっかり見ておくべきだったかなという気もしています。ここからドーンと下げ加速してますからね。はい、次に S&P500 を見ていきたいんですけれども、こちらもニューヨークダウンよりは、えっと、少し強い形はそのまま継続なんですが、ずっとまあこちらも上昇してきたトレンドライン。 平行チャンネルで引いた場合に、この18日の下げで、この下限でギリギリ踏みとどまっていた平行チャンネルを下抜けてます。それと同時に、25日移動平均線と50日を同時にぶち抜いてしまってるということなので、まあ、次のサポートは75日で4103と。 というところになってますで終わり値が4166ですから、まあ、ここはまだ結構距離はあるんですが、まあ、一旦ちょっと25日を下抜けてしまったっていうのは大きなポイントかなと、そして平行チャンネルも抜けてると、モメンタムもゼロラインを割り込んできたということで、S、一番強い S&P ですら、ナスダックも強いですけどね、S&P 強かったものが、こちらも短期、まあ、レンジから下落の方向に今向かってきてると。 上昇トレンドが崩れてレンジで止まるのか、まあ、もうすぐに下落トレンド入りなのかっていうまあ瀬戸際にあるんですけれど、ちょっと下げの幅が大きくなってきてるということですね。はい、ただえっと入浴ダウと違って5月10日近辺の安値まではまだ距離があると75日のさらに下にありますから、まあそのうう意味ではまだ強い状況にはあると。この S&P が本当にどこで踏みとどまるかですね。ちょっとここも注目をしていきたいと思います。 次に DJT ですね。ダウ輸送株平均ですけれど、こちらボリンジャーバンドで見てますが、ダウよりも一足先にバン,、えっと、バンドウォークですよね。マイナス3シグマぶち抜いたのを2日連続。木曜日にマイナス3シグマ到達してたんですけれど、金曜日も一段と下げて、そのままマイナス3シグマ上を急角度でバンドウォークしてしまっていると。 DJI、DJ つまりニューヨークダウに先行していますし、日経平均とも連動しやすい DJT というまあ指標が、ニューヨークダウが崩れる一歩手前から崩れてきて、それがまあまあなかなか立ち直ることもなく、ずっとバンドオークで下げてきているという事実も注目しないといけないんですね。こちら5月10日近辺の安値はとうに割ってるんですよねなのでひ。えっと 先に形が悪くなってるよということで、まあ、うちの動画でも、まあ、先週ぐらいからですね2回ニューヨークを見るときに DJT がやはり形が悪い、先行指標が形悪いと言ってきていたんですけれども、まあ、その流れが止まっていないということなので、こちらも非常に厳しいサインかなという気がします。DJT が早めに ここね、戻ってマイナス2シグマを抜けてみたいな動きになってくるとその後ニューヨークダウンも下げ止まるかなという期待ができるんですけれど一旦金曜日の動きを見ると下ヒゲもあまりない、まあ、そこそこ大きな陰線がずっと3日連続で出てるということで危険な状況に変わりはないのかなという気がしますはい次に小型株ですねラッセル2000の方の冷やしですけれどこちらも一気に形が崩れましたこの三角持ち合いの下値、ね、切り上げのこのレジスタンス だったたものをまた上に抜けてで、すねでさらに上値切り下げてきたところを抜けて、まあ、日経平均も2日だけ抜けたんですけれどラッセルが先に抜けて強い動きになってたので、まあ、日経平均もそれを追随するとなっていう話もしてましたが、まあ、残念ながらここの連続陰線によってこの下 上根を切り上げてきていた三角持ち合いのの下側のラインも、それから上値を切り下げていたラインも、いずれもぶち抜いて、しかも移動平均線が収縮して集まってきてましたから、それを全部一気にぶち抜いてしまっているということで、一気に形が崩れてきました。モメンタムもかなり大きく下げていて、特に18日はですね、これ2.17%も下げているので、マイナス幅で言うと、 ダウとか S&P よりも全然大きな下げになってきているということで、いよいよ小型株もちょっと一服感が出てですね、まあ、高いところで比較的強かったものが、まあ、ここ5日間、1週間でズドンともう崩れてしまっているということなので、まあ、こちらの方の形もちょっと注意をしないといけないかなというふうになっています。はい、最後のチャートは、えっと 10年歳利回りですねこちらは、えっと、急落をしま,したまあまあ、えっと、FOMC の後ドンとドン、まあ、とと言ってもあのそんな大きな量ではないんですが1.6%手前まで急騰をしていたんですけれどそこからまた10年歳利回りは急落して18日の終わり値近辺では1.443%まで下げてるんですねなので直近安値のところの近辺までもう行ってこいで下げてきたということで10年歳利回りは FOMC MC の後上昇が止まって逆に下落に転じているという動きになっています。まあ、これ自体はですね株価にとって特にハイテクにとってはいい話なんですが長期金利の利回りが上がっているにもあ下がっているにもかかわらず株価が急落しているというところが、まあ、非常に嫌な状況かなという気がしています。でこちらニュースのヘッドラインですけれど金利回りのところですね。えまず 民間の方これ、いずれも18日金曜日の夜遅くに出てるニュースかな。あ下の方は、えっと、午前中ですね。えっと、ニューヨーク市場、23時台の利回りということで、えっと、短期の2年債が0.28%台に急騰してますよっていう見出しです。 ここ FOMC 前までは0.2%を切って0.19とか18台だったはずなんですけれど0.2%を超えて一気に0.28まで上昇が止まらないよというニュースのヘッドラインですねで一方でブルームバーグの方では長期金利が低下してますと でこれ10年歳も30年歳もまあ低下してると10年歳さっきチャートを見ていただきましたけれども30年歳も同じく低下をしていてえなのでイールドカーブがまあフラットになってきてますよという話題になってますつまり短期の金利が上昇して長期が下がってるという状況ですねでじゃあなぜ2年歳の短期金利が上がってるのかというとこれは FOMC でですねまず2022年に利上げを想定しているというメンバーが 確か18人のメンバーのうち7人まで増えていたというところで、前回2人か3人とかだったのがまあ一気に増えてきたっていう話だったと思います。ですので、おそらく2022年の後半に利上げが1回あるんじゃないかっていう思惑が出てきていて、2年歳ですから、その範囲内、2022年に利上げがあるんだったら、今の2年歳っていうのはそのままフィットするので、当然そこの金利が上がってきたということですよね。 でとはいえ、えっと、長期金利の方ですね、10年、30年というところに関しては、えっと、インフレはそんなに進まないと、まあ、FRB も今の金利上昇、まあ、まあ今はね、また低下してきましたけど、金利がずっと上がってきた時は、一時的なものだという形で、その見解、崩してなかったんですけれども、まっ、あ、たはその通りに、ずっと金利が下がっ長期金利が下がってきてるということで、まあ、インフレはそんなに起こらないと見ての、10年歳、30年歳の金利は低下しているということかなと思います。 なので、まあまあ、あの2年債の金利が上がった、しかも0.28というふうに、またドーンと急騰しているというところで、一旦近々の金利上昇、と金利の利上げですよね、そこをまあ明確にちょっと意識をし始めたのかなというように感じています。で、次に、ロイターの方ですね、これも同じく18日の、えっと、日中に出てきたニュースだと思いますけれども、えっと、FOMC を受けた後、まあ、金曜日に、 このセントルイスの、えー、連銀総裁ですね。えっと、確かブラードさんかなが、今年のインフレ率、まあ3%に達し、 でまあ、来年も2.5%になると、まあ、要はインフレが進むと、えっと、FRB が2%目標って言ってるけど、いや、そんなもんじゃないよというようなことを、まあ、発言をされて、まあ、早く利上げをしようよと、2022年にもやっぱり利上げしないとまずいよねというようなコメントを発されて、まあえっと、FOMC の2022年に利上げをしないとねと思ってる人が増えてきてるというのと、まあ、明確にまたここが。 えっと一致をししててててきていて、まあ、そこに対してですねちょっと株価が反応したんじゃないかというように、まあ、要は下落ですよね、金利が上がるということで、株価の下落、ここがまあ18日、だから FOMC 終わった後は、ちょっとの下落だったんですけれど、まあ、18日にまあこの人の発言を受けて、しかもその後 MSQ ですよね、メジャー SQ でしたから、まあ、そういったものも含んで、まあ、一気にちょっと下げの方向に走ったんじゃないかなと、まあ、そういうことを言われていると思います。 で、もう一つですね、こちらはその前の週かな、日経新聞に出てきていて、えっと、もう一つ、雇用の問題、ここもえっと上値が重くなってくる話かなと思います。これは明確にえっと今度7月の2日、えっと、雇用統計のところにえっとの話かなと思うんですけれど、えっと、要はですね、アメリカの求人が930万件と、 としてですねめちゃめちゃ伸びてると求人があるということは企業が人を欲してるということなんですよね九百三十万件まで求人があったのに実は採用が六百七万人までしか進んでいなくって四、まあ、月の雇用は受給にミスマッチがありましたということを話題にしているまあ記事なんですよねで、まあ、なんでこんなことが起こるのかというと、まあ、米国はですねこの失業保険に,与えあのになる給付金が非常に手厚い ですよねなので、給付金をもらったまま働かない方が、これ、楽でいいじゃないっていう人が多くって、ようやく企業が求人をたくさん出せるようになってもですね、働きたいという人が増えてこないと。だから採用が進まない要は なぜか人が足りななないいいいとととうう状況に陥っているということなんですねなので、まあ、そうであれば、ですね早く、まあ、失業保険、失業給付金っていうのを解消して、雇用を正常に戻さないといけないんですよね、なので、まあ、そういう動きが、まあ、各州で活発になってきていると,と、さらになんか仕事決まったらおあの、お祝い金までもらえて、ですねそれが10万、20万っていうなんとも羨ましい話なんですが、まあ、そんな状況にまでなってきているということで、ここからは一気に雇用が進むだろうと。 まあ、あの本当はね、8月、9月とかに給付金が、まあ、なくなるっていう議論になって、でそこから多くの人が、まあまあ、職探しに走ってっていうところで、まあ、夏場から秋にかけて、少しずつ、まあ、あのテーパリングっていうところが本格化してくる、見えてくるみたいなのが、まあ、3月、4月ぐらいのなんとなくコンセンサスだったと思うんですが、まあ、そうじゃなくなってきたと、働く人の方から言えばですね。 今、求人がたくさん出ていていですね、こうどん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 仕事にすぐつける状態の時に早く動き出さないとこれがまあみんながしゃあないな給付金なくなるんだったら働くかというところで重い腰を上げて求人に殺到すると今度は仕事にあぶれるリスクが出てくるんですよねおそらくでそれをまあ早く感じ取った人から早めに職に就くという動きがもう始まっていておそらく7月2日に発表される雇用統計では予想を とほぼ同じか予想を上回るもしかしたらサプライズですごく上回るみたいな数字が出ることも、まあ、考えとかないといけないんですよね。本来はいいことなんですけれど、これによってさらにテーパリング、まあ、金融緩和のもう終了議論っていうのが、検討することを検討するみたいなよくわかんないことを言ってるものが、実際に実施をするに向けてみたいな。 まあ、温度感になってくると、まあ、当然、上値が重くなると、そこから急落するかどうかちょっと分かんないですけどね、もうある程度折り込んできているので、とはいえ、7月のまた雇用統計っていうのは、少なくとも株価が上昇するきっかけになるような、まあ、今までは何でもかんでもいいようにとって、どんどこどんどこ株価上がってきたんですけれど、まあ、明確に今、チャート上は崩れてきてますし、需給や何や考えてもですね、 今度はさまざまなニュースを今度は悪い方にとって、売る材料にしてくる可能性が出てきてるんですよね。短期的にはこれ、今、逆回転になってますから。ということで、まあ、この辺を考えていくと、まあ、やっぱりですね、えっと、アメリカも SQ は終わったとはいえで、そこから少し自立反発あるかもしれないんですけれど、また6月下旬から月末に向けて、ですね、非常に弱くなってくるんじゃないかと。まあ、それはもう雇用統計 を見据えてですね上値、ね、そんなに追えなくなってくるんじゃないかなという気がしていてなのでまあまあもう一度このフィボナッチで見ると、まあ、なんとかこの21.4%押し の3万3170ドルぐらいで止まってくれないと6月下旬から7月にかけてもう一段まあ3万1千ドルぐらいですよね38.2%押しぐらいまでこうじりじりと急落というよりもですねじりじりちょっと上げては下げて上げては下げてでまあ気がついたら38.2%押しじゃないみたいなところに来るような展開っていうのがまあなんとなくこうイメージしやすいと個人的には思っているのでちょっと引き続きですね どこで止まってくれるのかと止まってもそんなにワネを今度自立反発だみたいな形で終える状況にはなってこないのかなと。 ターンは下落トレンドに入ったよというところをちょっとイメージを持っておく方がいいのかなというふうに思った週末でございましたはいということでいかがだったでしょうか今日はまあ日曜日だったんですけれども、まあ、週末大きくニューヨークが動いたというところでまあチャートを中心ではありますけれどもちょっと整理をしてみましたで私自身の感覚で言うと思った以上に早く崩れてきたなという気がしています でチャートの形は繰り返しになりますけど非常に悪いというところでちょっと今回の下げは何でしょうね腰の入った下げの理由と言えなくもないので今までみたいにちょっと下げたらまたどうせ押し目で反発下げたら買いだみたいな形で安易に押し目買いをやってるとまあ もしかしたら一旦は深く押す可能性も見ておかないといけないのかなというふうな気がしていますすでに6月に発表された雇用統計の時に、まあ、かなり予想と縮まってましたから、まあ、今回大きく予想を上回ってくるような流れで折り込んでいたけれどももう一段下げっていうところまではちょっと予測をしておかないといけないかなというふうに思っています、まあ、ちょっと、ね、来週は少し またこう、波乱不気味の週になりそうな予感がするので、こう、一緒にですね、気を引き締めて頑張っていきましょうというところで、今日は終わりにしたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね